お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今日はね、にゃんこ大戦争やっていきたいと思います。今日はね、夏イベントとかもやるんですけど、なんかめちゃくちゃむずいステージがいろいろあるっぽいので、その辺ね、攻略していきたいと思います。では早速やっていくんですけど、まずこのミッションみたいないろいろ達成のなんか項目ありますので、ちょっとこの辺ね受け取っていきます。で、なんか夏休みのこのミッションをめっちゃ受け取れる夏休みミッションみたいなのもあるらしくて、これ受け取っとかないと夏の間にね、なんか期間が過ぎるともう受け取れなくなっちゃうみたいなので、なんかランクが上がったからめっちゃ受け取れたっすね。で、次僕、ランク1400いけば超激レアのレベルが上がるんですよね。ランク上げたいですね。課金します。まずね、ちょっとこのサマーレッスンですね、やっぱ夏限定のイベント、これでガチャのチケットが手に入ります。これで福引き集めて、福引きガチャにね、そうしていきたいと思います。で、前回よりも、強くはなりました。もちろん、課金もしましたし、ステージクリアもしましたし、結構進めたんですけど、なんかね、全然当たらん、俺が欲しいキャラとかが全然当たんなくて、この必要ない、全然興味ないこのキリンみたいなキリヒメスイーツのコラボかな、なんか、金が手に入っちゃったんですね。そんな感じか。前回と、この超激レア系はね、あんま変わってないと思うんですけど、動画外でめっちゃガチ引いたね。ガチ引いた。引いたけど当たらん。なんかね、この後、むずいステージ。これは多分ね、ガチャチケットが手に入るから、多分、楽勝ね、イージーステージ。多分皆さんも余裕でクリアできると思うんですけど、これでね、チケットゲットできます。で、ガチ引くみたいな感じですね。この後のステージがね、マジクリアできるか分かんないんですよ。したことないステージやるので。で、さあ、あとは夏限定の、これもカブトムシのガチャですね。特別ガチャ引けるチケットが手に入るので、これもやっていくんですけど、これも多分余裕ですね。いやー、でもなんか、伝説の虫取り網手に入れた。さあ、というわけで、このね、ガチャも後で引きつつ、さっき手に入れたね、福引き系もこれ後で大量に引きたいと思います。チビ猫たちが入る。いろんなキャラが手に入るみたいなので。はい、というわけで、この狂乱のトカゲ。これがね、まして見て、超激ムズって書いてあると思うんですけど、マジで、わかんない。でも、ギリクリアできるかできないかのラインだと思うので、ちょっとこれ挑戦したいと思います。で、やっぱこういうステージとかって、なんか何々属性みたいなのがあるんですよ。赤い敵とか、白い敵とか、天使とか、なんかメタルゾンビとかいろいろあって、そういうのに強いキャラで行くっていうのもやっぱ大事らしいので、それをね、組んできました。多分これですね。僕のパーティー。なんかこの、顔が見えないんですけど、右上のキャラとか、その辺がちょっと強いらしいので、この辺で、このパーティーでやっていきます。初挑戦です。一回もこれやったことないです。一発でクリアします。超激ムズ。で、なんかゴールドパス買ってたんですけど、パスはまだ今月買ってないので、2倍になってないんですね。前回より進みが遅いかもしれないんですけど。いや、待って、めっちゃガが飛んでくる。で、縦いっぱい出して、左4つ縦ですね。で、なんかこの、一番右の女の子、女の子が強いらしいんですよね。この女の子は進化したらめっちゃ強いらしいんですよ、このステージに。で、進化前なんだけど、待って、やばい、話になら、ガが、ガ強すぎるやろ。ちょっと待って、あと9000円。ちょっと待って。これ。ちょっともう一回リベンジします。今のは、運が悪かった。待ってよ。なんで全然勝てそうになかったな。ちょっと切り替えて、で、パーティー変えました。ちょっとだけ変えました。いや、これ、ガが強すぎる。猫出てこい、猫。で、ちょっと待ってよ。これマジで、一回お金貯めて、あのガを倒すのに、なんかね、やっぱこのマッチョね、マッチョ出したい。で、盾で耐えながら、このマッチョで、マッチョ、頑張れ!でけえぞ、いろいろと。いや、頑張れ。マジで。いや、この、いや、強いって。え?無理やんけ。ちょっともう一回挑みます。いや、さすがに歯が立たん。けど、もう一回ちょっといじりました。トカゲ持ってきました。よし。じゃ、一回お金、額上げて、この左下のトカゲがマジで火力高いんですよ。だから、ちょっと耐えて、マジで耐えてくれ。耐えながらの、これを出さなきゃ。いや、俺の壁猫がさ、いや、来た。ここから耐えて、これドラゴン強い。ドラゴンがガを一匹でも倒してくれたらマジである。マジで。ドラゴンとマジで、ほんとマジで。耐える。頑張れ。え?ちょっと待って。え?マジで?パワーとパン。このステージ、諦めます。マジで
攻略のやつ見たんですけど、このままだユニレベとかじゃ勝てねえのかな、ちょっとコメントでアドバイスくれるとあのマジ助かります。というわけでちょっとさすがにあれ勝てる気しなかったので、この土日ステージのこっちのね超上級そして超激ムズ、があるみたいなので、こっちねやっていきたいと思います。こっちならねいけるんじゃねえかなっていう。いやなんか緊張してきたな。超上級ですね。ここまでは結構スラスラ来れたので、勝っていきたいですね。でこれも何がもらえるかって、この土日のステージはね経験値かな、なんかめっちゃもらえるらしいです。なんかやっぱ曜日によって何かがもらえるってあるらしいんですけど、これの一番むずいところをクリアしたら30万経験値だったかな。だから経験値ってあのユニレベを上げるのにめっちゃ必要なんですよ。でユニレベを上げるとランクが上がっていくんですよ。でランクが上がるとこういろいろねさらにこう美味しくもらえるんですけど、ユニレベを上げるのが大事なんですけど、あ待って黒ゴリラ来た。で今回黒系が来る、黒系のユニットが、ね、いっぱいおるらしいので、この黒いのに強いやつをいっぱい持ってきました僕。よいしょ。それでね、ランク上げるのに、ユニレベ上げるのに、こうやっぱやっていくのにね、経験値ってないと何もできないので、ちょっと待って。全然勝てん。え待って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 。あーやばい。これ、待って、負ける気がした。あ、強すぎる。いや、マジか。ちょっと待ってよ。なんか、お助け系使うのはなーとか思うんですけど、もう、甘えます。甘えて、このお助けアイテムとかいっぱいあるので、うわ、しかも、あれだ。リーダーシップもういっぱい使わないといけないんでね。いきます。あ、ちょっとお助けアイテム使いました。これは、しょっぱなからお財布がマックスなので、もう初手からね、ゴリゴリエグいやつ出せます。しゃあ、で、この僕の右の4体、これお気に入りです。クロノストリガー、アマテラス、キャスリー、ジャンヌダルクですね。もうね、お気に入りなんですよ。もうジャンヌダルク出しておけば大抵勝てるんですよね。もう伝説レアなんで、こいつ。最強なんですよ。マジで初めて1日目でジャンヌダルク手に入れました。でも聞いてください。それ以来、超激レアとか伝説レア、もう全然出ないです。もう運営にやられましたね。最初にいいやつ当てさせて、そっからもうね、あ、これでいいガチャ、ね、ガチャ控えしたらいいキャラ出るやろと思わせといて、もう全然出ない。だからもうね、もうまんまとハマってどん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 課金しちゃってる。欲しすぎて。こんな伝説キャラ手に入れたら、他の伝説とかね、強いやつやっぱゲットしたくなるんで、あれにゃんこすぐいいキャラ出るじゃんと思ってガチ引くと全然出ない。うん、もう見つぎすぎた。まあこれからもね大量にガチ引くんですけど、いやー勝てそう。このもう伝説、俺の盾役ね、このちっこいやつ全員盾なんですけど、盾は全員いかれましたね。盾全員いかれたけど、伝説系が強すぎて、いや待ってやばい、笑いんやつきた。マジで盾盾で、これ盾がいっぱいいるんですよ。盾を常に出し続けてこのね、おっきいやつらを守ります。いや、マジで頼む、頼む、頼む、頼む。えぐえぐ。いや、でも強い。いや、めっちゃノックバックする。いや、強えな。この、もう近寄せない。いや、いいね、いいね、いいね、ナイス、ナイス、ナイスです。もう伝説レアが、どえ、来たー！超激レアがね、後ろでずっと攻撃してて、その間にね、もう盾が死んでる間に、頑張ってる間に、後ろのね、最強部隊がやるっていう。いや、もう完璧。作戦通り。いや、ギリギリ。これでギリギリだからな。でも経験値めっちゃもらえるっすね。これバカでかいっす。次、激ムズがオープンしましたね。この後にもう一個あんのかな？多分超激ムズが。まあ、これゲットして、あとは経験値2倍とかもあるんですよ。どれだっけ？これですね。あ、1.5 倍もらえるので、これちょっと使っとくともっともらえるので、まあ、せっかくならね、こういうアイテムを使ってやっていきます。いや、もう当たり前にアイテム使っていきます。もうじゃないときついっす。よしよしよし。で、マジ、伝説レアね、この辺出したい。で、黒色の敵に強いとかがあるんですよ。で、まあ、それが多分このキャスリーと、このアマテラスってやつが、まあ、そこそこ多分黒い敵に頑張れるのかな。で、ここはちょっと盾ですね。なんでちょっと黒い敵に強いやつも多めに出しながらね。え？このキリンさ、やられるの早すぎん？弱すぎるだろ。オッケー。で、これ倒したら、一回ちょっとお金食べます。これキャスリーですね。これなんか能力多すぎるんですよ。もうぶっ壊れっすよ、これ。で、アマテラスと、これがね、このトリガーっていうのが相手のユニットの動きを止めます。そう、攻撃できなくなる、一時的に。だからめっちゃ強い。で、伝説するよね。いや、この4体いれば大抵勝てるんですよね。まあ、このアマテラスが、ぶちがなんか違うキャラでもいいかな、みたいな。よし、行きます。俺のターン。伝説、ぶっ壊れ、えぐいやつ。よし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 。いや、でけえやつが頑張ってる。ここがね、
よし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 。いや、キリンで、あ、これ、あ、でもさっき、この辺から、あの、カンガルーみたいなのめっちゃ出てきたんで、ここでね、一回。うわ、は？何あれ？やばいでしょ。ボスキャラみたいなの出てきた。うやばいやばい、え、やばい、待って待って、やばいやばい、マジで。ボスキャラとカンガルー系もえぐい。いや、でも、このいっぱい敵がね、強いやつを倒せば倒すほど、俺の風にもなるから、いや、来たんだね。いや、壁、おいでけえの倒したら俺の勝ちやろ。おい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 。よし、来ました。皆さん、次、超激ムズです。で、これを、経験値めっちゃもらえるな。マジで美味しい。アイテム使わずにクリアできるのかっていう話ですよ。できると思います？無理です。使います。スタミナね、回復させました。いきます。いや、でも、さすがにいきそうだな。多分、僕のこのキャラってそこそこに強いんですよ、これ。にゃんこはあんま詳しくないから、なんとも言えないんですけど、多分そこそこに強いんですよね。これ、キャスリーってやつが。よしよし。なので、そういうキャラに頼ってね。できるだけ壁作るのも大事ですからね。いや、まずはゴリラ。ゴリラでも結構経験値もらえるから、美味しい。で、このキリンがね、もう結構出してんだけど、あんま強くねえんだよな。キリン姫。ほら。弱くない？ちょっと待って。待って、やばい。ほんと、ほんとにやばい。待って待って待って。アイテム使ってるから、これで負けたらアイテム無駄になっちゃうんですよね。いや、ゴリラが、ゴリラが、ゴリラが。え？黒ゴリラ？お前やりすぎだろ。待って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 黒ゴリラ2体目来た。ちょっと待って、やばい。え、終わる？ちょっとマッスル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 、危ねえ。ふう、やばい、ライフあと1万8000しかない。でもこれで、これで、あの、強敵、強敵でこれの強いやつ出せるんで。いや、痛すぎだろゴリラ。お前ゴリラだけに負けそうだもん。よし、ちょっと一旦ね、このちっこいの出しながら、様子見しながら、いや、出しちゃうか。出しちゃうか。いきます。まあ、伝説レアから行こう、まず。でも、この、おっぱいマンが多分強かったんだな。なんか、これ出した瞬間に、ほらほら、ゴリラやれてるから、この子っすね。この子がそう、黒に強いから、この子をやっぱいっぱい出した方が良かったんだ。パイマン。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。で、これはちょっとレーザーも使って、で、ちょっと待って、黒いのに強いやつと、範囲攻撃系をね、こう出して、いや、ごっつい。頼もしすぎるやろ。で、もう、強いやつ出して、オッケー、いや、いい、いい。え、こんだけ？なんかあの、ボスみたいなの出てこんない、今回。もう範囲で一周やれる。いや、もう余裕すぎるんじゃないこれ。ね、あんなちっこいの何体来ようが、いや、もう、物量。えぐいえぐい、キシャキシャキだ。ファイマン。よし。いや、でもこれ出てくるよな、絶対。カンガルーがさ、20匹ぐらい出てきただけっすよ。ごっついの出てこないのか。あれ？超、うわぁ出てきた！だよね、だよね。いや、やばい。あ、でもこれ、めっちゃいい。俺のクロノスってやつが、多分1体にだけ攻撃を動けなくするんかな。この大きいやつが。いや、だから、それで相手のあの、大きいの動き止めれれば爆発い。一生立て出して。いや、あるあるある、めっちゃ押してるくね？めっちゃ押してる、めっちゃ押してる、めっちゃ押してる。大きいやつ2体目出せないね。出したいのに。やるあるある。頼む。え、どうした？うえぇー。来た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 。余裕っすね。まあ、アイテム使ったんだね。いや、でかっ。初クリア、猫缶と、スタミナ回復するやつと、経験値150万っす。これ、バカエグいっすよ。ちょっとね、これ、ランク僕、1400いきますね、今から。で、ユニレベを上げると、なんかその分、ランクが上がるんですよね。だから、このちょっと、この辺のカード適当に、ユニベコ上げて、あとは、このなんかいっぱいなんかいるんすけど、これ。ドイツを上げる？ちょ、これ夏限定のキャラなんで、これ上げると絶対ランク上がります。で、ランク上がると、なんか僕の、うわ、金もユニレベの限界値みたいなのもね、上がるんですよ。来ました。ランクが100ごとに上がるごとに、セール配ってくるんですよ。ポノス。買います。当たり前ね。でも、猫缶が欲しいんですよ。僕はあんま宝とか、経験値とかは、もう地道に稼ぐタイプなので、ちょっと猫缶だけね、買いました。さあ、ユーザーランク上がった。これで、超激レアのレベル上限解放を全部30まで上げれる。ってことは、もうキャラの全部上げてしまえば、他のさっき負けたステージとかもクリアできる可能性が上がる。いや、マジで来た。これやばいっす。僕めっちゃ強くなります。これ次回、ちょっと負けたとことかリベンジとか、もっと強いとこいけるっすよ、これ。やばいっすね。というわけで、ちょっと一旦ガチャいきます。もうね、夏限定ガチャとか、いろいろね、ガチャチケットとか、今課金でね、ゲットしたガチャ缶とかもあるので、ちょ、この辺ね、引いて、限定キャラゲット。あ、クワガタ俺ゲットしなかったんだ。
初ゲットっすね。やっつい。で、もう一個持ってないのがいるんですよね。うわ、出ないか。ちょ、2枚しかない。2枚しかない。カブトムシとクワガタ持ってて、もう一個持ってないんですよ。お願い。違う。あー、足らんけど、まあ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 。さあ、続いて、福引きっすね。え、70枚もある。多すぎ？で、これは多分ね、何体かそう、もう基本的に持ってるから、持ってるキャラクターが当たると、プラス値みたいなのがついて、全体的に能力が上がっていく。なんか強くなっていきますね。被りは被りで、だから損がないですね。それはありがたいですよね。感じで皆さん、福引きね。もうあと40年はちょっと後で引いていくんで、ちょっと皆さんもぜひね。はい、チケット集めて。ガチャ引きまくってください。さあ皆さん、続いてレアガチャ引いていきます。チケットとあとはガチャ感があるので、この11連やりたいんですけど、超激レア確定。どっちがいいんだろうな。このアイアンウォーズってやつと、なんかマンボウがあるんですけど、まあ、今だけって書いてるんですよ。やっぱ限定、このまあマンボウってやつか。とりあえず当てたいと思いますね。いや、マジでいきます。本当に当てます。いきます。頼む。強いかは知らん。うん。マンボウ。まあ、限定なら強いだろ。超激レア確定です。外れ。外れ。違う。違う。違う。やばい。1体しか出ないタイプか、これ。やばい。うっ、うわ、うわ。これね、え、待って、これ一番いいやつ？待って、2番目？え？うわ、あれ？マンボウ。マンボウだっけ？マンボウだっけ？一番いいやつ。これだよな。来た。超激レアの方行きました。噛みすぎ、噛みすぎ。こんな簡単に当てていいの。うわ、もうこれ課金するしかないやん。もっとこんな当てられたらね、やば。いや、マジ神引きしました。じゃあね、まあ、あと缶はもうほぼないので、で、マンボウも手に入れたんですよ。だからこのガチャはもうそういう意味がなくて、これね、プラチナガチャ、これで今回も締めたいと思います。超激レアが確定ですね。一回だけ引きます。一回だけ聞きます。いや、マジ、何でも出るんですよ。すべての限定系も出るんですよね。えぐいやつも。だから最強当てたいと思います。いや、マジでこれ。マンボウに続いてね。いきます。頼むじゃ、頼む。わぁ、かわいいんだよ。かわいいのはいらない。いやなんかあんま強くなさそうだな。マンボウを手に入れたんで、ちょっと風の精霊で今日は許しますか。というわけでね、このガチャチケットマジなかなか手に入れられないんで、またね、この残り1枚は次回ね、引けたらいいかなと思います。はい、というわけで今日はね、ちょっとレベルの高いね、ステージとかめちゃめちゃ挑戦してみたんですけど、ユニレベのね、解放であったりだとか、こう、激レアでゲットしてるとかね、もっともっと僕も強くなってるので、もっとレベルの高いところにね、今後も、挑戦してやっていきたいなと思います。マンボウの神引きもね、いや、マジで、えぐいっす。びっくりしました。というわけで次回のね、にゃんこ動画もお楽しみに。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れさんでした。またねー。